とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はアイテムが300個近く、たまりにたまりましたね。はい。では、今日は、古代狩り、やっていきましょう。まあ、3周で、あまり出なかった場合は、4周ということで、行きます。オーケー、一匹目出てきました。ダイナも溜まってるね。オーケー、いつでもいいよ。多分ワンパンでいけるんだよね。しゃーでもまあ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 、他の奴らにやられたけども。まあまあ、いいじゃないですか。古代人の、25のやつでも全然余裕で倒せるっていうことが分かりましたね。みんな外れか。オッケーオッケーオッケー。まあ、次、行きましょう。これ、いいぞ。いいとこ来た。いいとこ来ましたよ。ちょっと待ってね。ダイナモ、あ、溜まってる溜まってる。オッケーです。ダイナモ溜まってますぜ。どこだ、どこに来る、ん、しゃー、あっはははははは、止まった。固まった。まあ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 、全然いけたね。バブルバースター、おお、あれだいかに。おお、結構、いいのが来たんじゃない？このバブルバースターをちょっと見るのが楽しみだ。次行きましょう。それでは、一周目、おしまいですね。ここも一応見るようにして、あ、これはクールダウンだね。クールダウンとアーティファクトチャージがついてるやつですけども、もうね、アイテム欄がいっぱいいっぱいなのよね。し、確かツインボーは持ってたような気がするので、まあ、いらないかな。ここだけ見ていきましょう。なんか誰かにやるつもりでね、取ってても、意外と別にやらないんだよね。なんで、そういうやつはもうやめときましょうかね。とりあえず取っとくみたいなことは。もうやめときましょう。おお、公開員緑。いいの出ないね。ダメだね。はい。ということで、2周目行こう。あれ？なんで？なんで？なんで？え？なんで？え？ちゃんと装備してるけど、え？どういうこと？あれ？え？え？なんで？なんで？俺装備してるはずなんだけど、え、ちょっと待って、ああ、なんだなんだ、なんだこれ、なんかは、おお、戻った戻った、なんか変になってる、なんじゃそりゃ、びっくりした、なんか変なこと起きたかなと思った。これでいいのかな。あ、ああ、いいね。ちょっと待って、アーティファクトチャージがなんか6とかなんかわけのわからんことになってた。これで、いいかな？うん、あー、オッケーオッケーオッケー。おー、びっくりした。なんだったんだ、今の。ここか。なんかね、L2 がね、使えなくなってさ、俺チャットができないのよ。ありがとうも OK も何も言えない、これ。もういいよ、OK、OK、俺も OK。俺が押すね。ごめんよ。あー、ダメだ。ダメだ。あのね、わかった。自分がホストの時じゃないと、ダメだ。自分がホストやらないとこれ無理だわ。よいしょ。それで倒せ。お、ピンクスコーン取れる。いいね。いいよ、いいよ。他はみんな何人も来た？いや、何が来たかも見えない。うわ、これなんか絶対何かの不具合だ。最初はね、装備が全部剥げた状態でスタートしたし、L2 が使えないしね、もうなんだこれ、すごい不具合が出てる。ここ来たけどね、ちょっと待って、今一人ね、落ちてるんだ。そこを待っときたいけども、あー、ダメだ。やっぱり L2 がないと、ダメだ。あれがないとね、指示が打てないし、なんかね、
なんかおかしいんだ今回ゲーム自体が何かおかしいの。うん、なんだろうこれ。うわ、これじゃあもう普通に戦えない。うん、よっしゃ倒した、とりあえず倒したわ。あと1匹いる？あと1匹なんかいそうね。あ、いた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 、お前いるんかい。とりあえず倒しましょう。にゃ、 OK、 いけたね。うん、自分が入手したアイテムは見えるけど、他の人が入手したアイテムが見えないとかね。あ、自分の右に表示されないんだ。なんだその積み方、なんだその TNT の積み方、おかしいだろ。はい、またここに来ました。指示が打てないのがもうどうしようもないよ。あ、で一人落ちてる。あ、なんだ俺のキャラクターのところがハテナになってるじゃん。なんだそれ、もうこれ無理無理無理。もういいよ、オッケー。もうどうしようもないこれ。なんでこれ。まあまあとりあえず倒せるには倒せるか。ああ倒せた倒せた、あっね、うん、倒せるにはまあなんとか倒せたけども、なんかこれほんとよくわからん今回。みんな何を入手したか全くわからん。これどういうこと、どういうこと、俺いないじゃん、俺いないじゃん、これ何なんだ。本当にチャットもできないし、ワープも、おいおいおい、また俺こんな風になってるぞ。ワープもできないしでさ、もうどうしようもない。ちょっと待って、これ一回落ちて別でやった方がいいわ。これダメだ。よかった、戻ったら普通に戻りましたね。装備が消えたかと思った、ほんとびっくりした。でもまあ最近さ、マルチでホスト以外で入るとなんかラグいよね。なんかいつだ、タワーのアップデートぐらいの時からかな、なんかとにかく重くなったんで、これは早く修正してほしいな。マルチプレイが本当にやりにくい。いらない。お、星寄る。まあまあ263のさ、めちゃくちゃいいやつ持ってるんでこれはいりませんね。また星寄るかい。あ、星なき夜にエコーってめちゃくちゃいいよ。星なき夜のエコーはすごい合う。でも他が良くないね。次またか、ツインボートゥルースシーカーは、あー、ダイナモは一応ついてるね。でもいらないかな。はい、2周目なかなか古来人出てきてくれたね。3周目いきましょう。3周目外れ、外れでした。まあまあたまにはあるよね、そういうことも。仕方ない。まあまあ2回目でね、バブルバースターも出てるんでいいんじゃないですか。なんか2周目おかしかったけどね、なんかおかしくなったんだよな。あんなの初めてだった。装備が消えたかと思ったもんね。ほんと装備が消えるのだけはもう勘弁してください。来ないね、来ない、ダメだダメだ、全然よろしくないわ。はい、まあとりあえず、3周終わりました。1匹ちょっとね取れてないやつがあったんだけども、6体古代人出ております。ノーマルから見ていくか、スノーアーマーもちろんいらないね。お、幸運がついてるか、まあいらないね。ヘビークロス、無限、まあまあまあいりません。サンゴもちろんいらないね。で、ワールウィンドから見ましょう。ワールウィンド、重力、お、悪くないよ。あー、でもエンチャントかな、よろしくないね、いりません。ピンクスコーンドレル、
まあこれじゃちょっと使いにくいかな。ピンクスコンドレルはもうすでにいいやつ持ってるのでいいか。263はね欲しいけども、こういった普通のやつは必要ありません。最後バブルバースターお願いします。お、ロールチャージ、あーでもエンチャントにね、クールダウンショットはなしか。バーストボーストリングもなし。あー、これはちょっといらないね。オーバーチャージはいいかなと思うけど、もうすでにおばちゃんのやつは持ってるので、必要ありません。いりません。はい。ということで、小平狩り3周行きましたけども、手元に残ったやつはゼロです。やっぱりなかなか出ないね。出ない。そして、マルチプレイになった時の、あのラグさ？あれ多分、俺だけじゃないよね。多分、ホスト以外で入ってる人って、みんなあんな感じなのかな。俺はね、どうしてもホスト以外でマルチに入ると、ああいう感じになるのよね。ものすごいラグいし、なんかちょっとわけがわからなくなったりもする。これは早めに修正してほしいですね。マルチが本当にやりにくい。ね。見てたらお願いしますわ。見てないかもしれないけど。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。